59。結構ドキドキですよね。帰るんかな。え、映らないじゃん。どこで買えばいいの。セブンスリー、できないじゃん。なんで R3 だとできるんだかな。できるよねこれ。ほらできる。なんで、あ、できた。うわ、高っ。まあしょうがないね。 α7-3 ボディ3年ベーシック、値引きが入って、あ、なんかこれだな。ベーシック選択しない、カートに入れる。209,000。高い。完了。でも変えた。よかった。ああ、よかった。なんか23時頃に届くって書いてありましたよね。いやー、よかった。変えた。ああ、高いな。もうね、デジカメ20万って、おかしくなってますよね、感覚が。でもまあ今ね、やりたいこと、できるカメラっていうのはこれなんで、まあしょうがないですよね。でも本命はね、7S3 ですよ。いやー、なんとかね、無事に購入できたみたいで、配送の方も、まあ、3月23日に届くよっていうことなんで、まあ、とりあえずちょっと一安心かなっていうところですけど、うん、多分ね、これ相当注文入ってるような気がするんですけど、まあ、わかんないですけども、で今回買ったのが229,880円の税金なんで、まあざっくり25キルぐらいなんですけど、まあ支払い金額が209,020円。まあ、これなんでこうなったかっていうとですね、実は私、あの株主優待の、持っててですね、それで確かね 15% 引きぐらいになるんですよね。で、あとまあなんかメール登録してあったりとか、なんかその辺のもろもろ込みで、209,020円なってるんですよ。で、あのまあね、いろいろヤフーとかヤフーショッピングとかね、ああいったところで頼むのもいいかなと思ったんですけど、こっちだとね、あのお正月ついてくるんで3年の保証をつけるので、まあ今回はこれでいいのかなと思うんですけど、まあ、とりあえずこれでね、あとレンズだけを買わないと使えないんで、まあ、なんかこれからちょっといろいろレンズも買っていきたいなと思います。じゃあ今後もあのこの α7-3 に関してまたなんかちょっと進展あったら動画アップしたいなと思います。